イメージトレーニング。じゃあ先生反抗して帰りますか。なんで教え子からね安く買おうとするんですか。そうそうそう。じゃあ、まあ信頼されてないっす。時速2キロ。うん。どうまあ1100っていうハードルは高いけど先生だったらできる。本当だったら本当の嘘もありません。違うよ、演技の上方。あ、先生でも覚えられる。先生でもできた。また引っ掛けてきた。ジジイが。猿でも乗れるバイク。うん。いや本当ですよ。猿ものは、うん。でもバイクは落ちちゃう。言ってみよう。